それでは脳の歌い方をやってみたいと思いますけれども脳の歌い方には「強銀」と「弱銀」という2つの歌い方があります。ここでは強銀というのをやってみます。強銀というのは力強いすがすがしい歌い方で戦の場面や神様の曲 あるるいは鬼が出るような曲で多く用いら「れる歌い方になります高砂」という曲の一番おしまいの「千秋楽」という歌いですねこれをやってみたいと思いますけれどもこの「千秋楽」という歌いはとてもおめでたい歌いで一日の公演の最後に歌われたりするので今でも まあ演劇やあとはまあお相撲などの最終日をえまあ千秋楽というのはえこの高砂の千秋楽から来ています。それではえやってみます、えー、まあ歌いのの文句の横にえ節というのがついていましてえこれが歌い方の指示になります。 「せえんしゅは民をなで、えー」初めの「セムしゅの「背のところはこう点があってにょっとこう伸びたような、えー、節がついていますので「せえ」「せ」と止めて、えー、母音の絵を伸ばします。 「せえんしうらくはたみおなで」「お」のところはこう「はね」っていうんですけどちょんというのがついていますから「たみおなで」と跳ねるように歌います。「せえんしうらくはたみおなで」 「漫才楽には命をのぶ <noise>」ここはですね「命をのぶ」のところですけれどもこう角のついた節がついていてこれは「の」を伸ばしてこう角になってますね伸ばしてでその伸ばした最後を跳ねて「の」を おで母音です脳、ね、の,の歌や母音を多く使いますけれども「の」「お」その跳ねたあと母音の「お」を歌うんですがそこに「小」「小さい」というふうに書いてありますので最初の伸ばすところが短くなりますので「の」と跳ねるような感じですね「の」おの「お」「の」「お」次の「ぶ」の方は「大」「大きく」と書いてありますから「 ブーウ逆にこうたっぷり歌うわけですね「ブー・ウ命をのおぶう」「万歳楽には命をのおぶう」ウ 次は「愛、え、用、ー、い,いの松、ま、つ風」えー「愛用い,いの」こう点点点三つ引きと言いますけども伸、えー、ばすという意味で伸ばした後に「跳ね」がついていますから「の」と伸ばした後と跳ねます。で「松、ま、つ風」かのところに「えー、もち」というのが。 えついていてますので、えー、そのでそ「かをこらえる」ですけれども、えー、まあその前を伸ばすというような感じになりますから「松風松風」という感じになりますね。「さあさくの声ぞを楽しむ」 ここも「さーっと」と持ちがついていますから「さーさーくん」えー「ささくん」のところは、えー、カタカナで「飲む」というふうに書いてあるんですけれども、えー、ちょっと難しいですけど口を閉じて「くん」「くん」と上あごにこう当てるような感じで「くん」口を閉じて「くっ」というような感じですかね。 「さあさくん」えー、サーサーの「こえー、ぞを」こう絵のところにこう上に点がついてますねこう押してぐっと上げるような感じで「こうえー、ぞー」で「ぞ」と跳ねて「ぞ」ゾのところは、えー、下げる。

あの上に点がついてますからグッと「楽しむ」っていう感じになりますね。さあさくでここで一回切れてで次は戻したところから。 さあ「ささくの声えぞ楽しむ」はじ、えー、めはまた持ちがありますから「さあさくをのおふんと少し力を入れて押してあげるような感じで「 うんのおって母音で戻すこえ,えぞこれも同じですねこえ,えぞ楽しいいむ最後も点があってこう伸びてますから楽しいいむ になります。じゃあ1度通して歌ってみます。せー楽は民を撫で万歳楽には命を。のぶあいおいの待つ。風 さあさくの声ぞ楽しむさあさくの声ぞ楽しむえここまでですねえ皆さんそれぞれ繰り返し見てお稽古してみてください